でも普通に全然コロナとかではなく、ワクチン接種による副作用みたいなやつなので、副反応、そうなので、そうちょっとメンバーで打ったので2回目を。でマイカも今日先ほど出てたように、ワクチン接種後の発熱による発熱なので、ちょっと君待ちをミレイちゃんに、ノイミーちゃんのミレイちゃんに、託すという 感じになりました。副反応がこんなにしんどいって思わなくて、なんかね、今は結構だいぶ良くなったからこうやって喋れるんですけど、昨日の夜中が本当に9度まで行ったんですよ、余裕に。だからもうめっちゃやばいと思って、久々になんかもうインフル以来、ほんまに熱っていうのが出たのが、やけん本当にええと思って そんな出ると思って 多分ほぼメンバー死んでます そう。だからまあ、そう、若いほど熱は出るらしくて、私のなんかおじいちゃんとかおばあちゃんは熱で何にも出なかったんだって。でももうアンラーはみんな多分熱出して腕痛いし っていう感じで生きてます今、なので、ね、今はまだ熱はあるんですけど、だいぶ良くなって喋れるようにもなって、で、まあ、今日一日オフだったので、なんか自分ができる時間を探して そういつができるかなって自分で見極めて今で、多分この後もしかして夜の方がだんだんしんどくなっちゃう可能性あるじゃないですか。なんか夜9時以降10時以降とかになったらちょっと怖いので、できるか 先にやろうって思ってやりました。わかんない、まあみんながこうなってるかはわかんないんですけど、そう、でも普通にインフルでも9度出たことなかったから、多分だからまあみんなもこう2回目、1回目は全然熱も何も出なくて、でもめっちゃ腫れただけだったんですけど、まあ2回目はもうレベルが違った その日の夜ぐらいからもうどう見てもふわふわしてて、もう夜寝れなくて、ずっとパパとママと電話しながら死ぬって ずっとパパとママと夜は電話してて、今日とかもずっと電話したり、もうなんかもうずっとベッドの上にいるんですよ だからまあもうやることもないしできないし、もう寝ることしかできないので、昨日の夜が本当に終わりだと思った 今は大丈夫だからこうやって笑って話せるんですけど、でもね、私のねやらかしエピソードあって、解熱剤ってあるじゃないですか、解熱剤。それをね、なんかパパに解熱剤飲んでねみたいな言われたんですよ。そしたら、解熱剤は持ってないけど解熱剤なら私持ってるって言ったの 私解熱剤なら持ってるって。そしたらパパが「うん、それ解熱剤じゃ」みんな笑えた？それが解熱剤って言うんじゃってパパ呆れてた 笑われた 何言ってんねんって。昨日これ39度の熱だったから許してくれた、39度の熱だったからもうちょっと頭この子おかしいわって思われた推しメンが配信、推しメンかどうか分からん、でも紫ハートだった。
皆さん笑うところで、そうですよ、これはギャハギャハ、そうそう、下っていうやつで解熱剤だと思ってたのに下げるだから、そしたら全然違って、解熱剤が解熱剤って読むの知らなくて、マジかって思って、まあ脳みそはいつも通りでしたわ。23歳、ようやく解熱剤という言葉を覚えました、無事に。はい、見たよ、いちかちゃん可愛かった、めっちゃおしゃれやった、最高、アンアイス最高。そう、勉強になりました。ショコちゃんなら心配だけど、アンちゃんなら正常、失礼失礼失礼、極まりないぞ。そう、賢くなったっていうポジティブ、今はね、まだやっぱね、元気ではないけど、体、腕だけじゃなくて、なんか体も痛いし、頭も痛いし、なんかポワーって感じ。だけど、でも全然、昨日の夜と比べたら、比べ物にならんくらい楽で、昨日の夜、うなされよったもん。って。そう。広島こういう時に帰りたいって思った、マジで、なんかほんまに、あ、これが熱かって、熱の存在を忘れてたから、そうなんですけど、なんか思い出した、わかんない、メンバーによってだと思うけど、何度とかは、あ、でもみんなわかんないけど、そうそう、私ね、インフル2年前ぐらいにインフルになってから、そっから一個も元気だったんですよ、基本的に。で、熱を出したことが本当になかったから、久々で、そう、1回目は別に熱出なくて、全然何も出なくて、でもめっちゃ腫れて、そうで、なんか私だいぶ腫れた人の方だったらしくて、もう腫れがひどすぎて結構やばかったんですけど、でそれをその2回目打ってもらう時にお医者さんに見せたら、あ、結構腫れたねみたいな言われて、そうだからね、私は結構副反応が出やすいタイプの人間だったみたいです。そうよ、それでなんだっけ、なんだっけ、野菜室の温度で冷やしてくださいって言われたんだよ、前言ってなかったっけ、この話、野菜室の温度でって。それよ、病院にも行ったから、それで、野菜室は何度やろ、分からん、でも野菜室の温度がいいらしい。でも昨日もメンバーみんな、その買って帰って、主語なさすぎ、なんかそのドリンクとか、あとゼリーとか、うどんとか昨日買って帰った。ポカリとかそっち系とかを買って帰ったよ、買って帰ったよ、まだ元気なうちに、昨日元気なうちに、重たかった、だから全部右手で持って帰った、左手に寄ったから、右手で、左手はもうで何もできないから、かわいそうに右手、私の右手だけすごく重たそうだった、ゼリーも飲み物も全部多いから、重いから、
何時頃から熱出たんやろ。でもいつやろ、でも結構午前中に打ったんかな昨日。あれ午前中だったっけな、多分午前中ぐらい、まあ、昼ぐらいに打ったんかな、多分ぐらいに打って帰ってきて6時ぐらいとかぐらいからだんだんしんどくなってた気がする。でそれが分かったから先にお風呂入ろうって思ってお風呂入ってショールームした気がするから、マジでもこれは個人差なんだと思う。個人差だから本当に針刺すとこ見ないですよ。こうやってやる。マンがすごいビビるから毎回すごいなんか大丈夫だよってすごい優しく言われるお姉さんに大丈夫だよ怖いよね痛いよねって、絶対私何歳だと思われてるやろって思いながら、まあ、自分のせいやしこうやってこうやってこうやってやるからいいよ力抜こっかって言われて、怖いよね大丈夫だよもうすぐ終わるからねってすごいいっぱい優しくすごいな子供に言うような小学生の問いかけのような問いかけをずっとされる1回目も2回目もすごく子供扱いされてる。そう5歳児並みに、そうしかも、ね、結構上の方やしさ打ったのが、okay、そう針のそう正直あんま痛くなかった、そんな痛くないわ注射は。注射自体はそんなに痛くない、全然インフルとかの方が全然痛かったけど痛くないんですよ本当に。だからこうやって終わった後の方がしんどい、副反応の方がしんどいです、全然レベルが違いますわしんどさの。うん、みんな頑張って誰もが通る道よ。腕はね腫れてんのかなあんま見てない、でも痛い痛いです、あ上がんない左手が、マジで踊ってくださいって言ったら死んじゃう、無理ですってなっちゃう、無理です、つらい。です、まあでも私もだいぶ良くなったのでみんなも共に頑張りましょう。そう横向きで寝れない、そうなのよ絶対左下で寝れないのよ右下か正面でしか寝れない本当に。まあでも特に2回目はマジで次の日がお休みにしといた方が本当にいいと思う。1回目はまあまだあれだけど2回目はもう格段に確率が上がりますからね。関節めちゃくちゃ痛いよ。
みんなが15分経ったから終わりなってすごい。そうだね。こんなハーハー言ってる人の配信見とくのもしんどいよね。でもね、これはまあなんかみんな通る道だから、あの心配しないでください。大丈夫なやつだから。ね。だから全然心配しないで。普通にね、たり、あの時間が経てば絶対に治るものなので。うん。じゃあ今日は終わるね。終わるわ。順位を読みます。13位が MKT さん、12位がイトパンさん、11位が前髪くねおさん、10位が兄さん、9位がとも、8位が畑さん、7位が TOM75 さん、6位がセシリアさん、5位がユーシスさん、4位がヒロヤン、3位がイトコンさん、2位がマツケンさん、1位がレグルスさんです。ありがとうございます。1人目モナちゃん、2人目アッキーさん、3人目ロックオンさんです。みんなも一緒に乗り越えましょう。私は大丈夫です。こんなよくわからん配信を見せてしまってすいません。でも安心して大丈夫だから。ではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんチョキ。ネイスミートボール弁当箱、さよなら、バイバーイ。